こんにちは。今日はですね、2021年のフォールウィンターウィーク17シュプリームノースフェイスコラボですね。あと数日になりましたので、今回はシュプリームとノースフェイスをちょっとお話ししていきたいと思います。で、まあシュプリームとね、ノースフェイス何話すのっていうところなんですけれども、今回そのシュプリームとノースフェイスのジャケットですね、買って良かった点と悪かった点、ちょっとこちらを話していきたいなと思います。まあいいところ悪いところって感じですね。こちら今回ね、話していくんですけれども、まずですね、自分持ってるここ最近のノースフェイスとシュプリームのコラボの服なんですけれども、まあ、こちらからまず簡単に説明していきたいと思います。まずこちらですね、これ2020年のスプリングサマーのカーゴコレクションのノースフェイスのコラボになります。まあ、ベージュと黒とこのピンクの3色展開で展開されてるんですけれども、まあ、ポケットがねこんな感じでいっぱいついてあって、まあ、釣りのジャケットを意識してるのかなって感じです。見てもらうとわかるんですけど、こう背中の部分にもね、大きくシュプリームって書いてあって、まあ、結構ね、このシュプリームが目立つような作りになってます。これは実際リアルタイムでオンラインでは買えなかった商品になります。で、まあ諦めてたんですけれども、時間経ってもなかなか安くならないなっていうところで、まあ、たまたまこちらの未使用品、新品がですね、まあ定価近くで、つい最近出てるお店があったので、そちらの方でちょっと購入させていただきました。まあ、そういったところもあるんでね、本当に、これ古いんですけど、まあごくごく最近買いましたよってところなんですけれども、まあ結構ね、まあかなり気に入ってるというか、ここ最近気に入ってきてます。まあ、このポケットのね、感じとかが、やっぱりなかなか他のノースのジャケット比べたら、やっぱりね、あまりないようなデザインなので、こちらもね、非常に気に入ってきてるような感じになります。次ちょっと見ていきたいと思います。で、次紹介するのはこちらですね。こちら2020年のフォールウィンターに出た S ロゴのマウンテンジャケットになります。まあ、これが出た時はですね、確かジャケットがマウンテンジャケットとフリースですね。モコモコのフードついたフリースとヒマラヤンパーカーですね。の、3種類の赤、黒、黄緑の3色展開でした。これは結構ね、もう、このでっかくもう S って書いちゃってるんで、もうかなりね、好き嫌い分かれるようなデザインだなと思ったんですけれども、僕はね、結構個人的にこの S ロゴ結構インパクトあってかっこいいなと思いました。で、最初はね、やっぱり、まあ自分もね、あんまり好きじゃなかったんですけれども、まあ見ていくうちというかね、まあその、ドロップリストが出てからちょっと見ていくと、やっぱこの、大きい S が逆に目立ってかっこいいなと思いました。最初に見た時にね、まずインパクトに残ったのが、とにかくこの赤。赤と白。もうなんかこのシュプリームって感じのね、この色合いなのがね、かっこいいなと思いました。で、もうこの背中にね、大きくもう S って書いてるんで、これはもう、やっぱり赤かなと。黒がね、結構個人的にはいつも選ぶとこなんですけれども、赤と白っていうのがね、シュプリームって感じがするんで、この時はね、赤を選びました。これはかなり気に入ってね、結構着てます。買って届いた時はね、そんなんでもなかったんですけど、ほんと着ていくうちにこれすごい合わせやすくてね、かっこいいなと思って、こちら結構ね、頻繁に着用してるような感じになります。まあ、次行ってみましょうか。で、次にですね、さっきのね、マウンテンジャケットの間に、毛もさもさしたね、ヌプシュジャケットが発売されたんですけど、まあ、ゴリラみたいって言われてたダウンジャケットなんですけれども、それがですね、僕ちょっと買えなくて、ちょっとね、欠けてるというかね、ないんですけれども、で、次ですね、で、この後にですね、スタッツのマウンテンジャケットと、ヌプシジャケット出たんですけれども、それも僕買えなかったですね。結構デザイン的にね、奇抜なんで買えるかなと思ったんですけれども、ちょっと全くね、買えなくてですね、まぁ、ちょっと今も買ってないような状態なんですけれども、まぁまぁ、でも物としては、今のところスタッツはスルーかなと考えています。まぁ、どちらかというとね、スケーターファッションとかが多いので、スタッツって感じはないっすよね。で、普段のそのスケーターファッション以外の時もね、どっちかというと秒を打ったようなのが似合うスタイルじゃないので、機会があれば買うかもしれないんですけれども、他の商品より優先して買うってことはまあないかなと思います。安いかったのはこちらですね。こちらおそらく2021年のスプリングサマーですね。テープシームコレクション。サミットシリーズの、テープシームのついたジャケットになります。全部このステッチ、縫い目のところ、ちょっと見たらちょっと見づらいからあれなんですけど、見えるかな？シームテープね、表に思いっきり出てるんですよ。ちょっとそういった斬新なデザインになってるんですが、まあ、個人的にこれ買った理由はね、やっぱこの全部このオールブラックっていうのがね、持ってなかったんで、あ、これは合わせやすくていいなっていうところで買いました。まあ、このテープがね、表面に全部出てるっていうのも斬新でね、いいなってところなんですけれども、まあ、とにかくね、黒一色っていうのが合わせやすそうでいいなと思いました。で、この時出たジャケットがね、このフードついたタイプとコーチジャケットみたいなタイプですね。の2種類で、カラーが、まあ、黒、ピンク、カーキですね。の3色展開でした。
で、ピンクもね、結構思い切った色でかっこよかったんですけれども、ちょっとピンク着るね、技量ないなと思って、黒にしました。まあ、カーキも良かったんですけどね、やっぱりこの黒一色っていうところが、合わせやすくていいかなと思って、こちら、この時はね、黒を選びました。次、ちょっと、ごくごく最近買ったジャケットに行っています。で、こちらがね、一番キンキンに買ったジャケットになります。まあ、2021年のフォールウィンターの一発目のノースフェイスコラボになるんですけれども、このシュプリームのロゴが、なんかいっぱいシュプリームって大中小で書かれてるジャケットになるんですけれども、この時出たのが、スティープテックのアポジジャケットと、ダウンとフリースになります。で、まあ、カラーがですね、白と黒と水色の3色展開になります。で、まあ、これもね、ルックが出た時にはね、もう間違いなくこの、スティープテックのこの型だなって思いました。まあ、実際ね、これ結構その、見て思ったんですけど、まあ、プルオーバーなのかなと思ってたら、全然プルオーバーじゃなくてね、チャックが2個ついて、ここ全部開いちゃうんですけれども、まあ、それがね、またその、ちょっと普通のジャケットとは変わっててね、珍しくてかっこいいなっていうところで、購入しました。で、この元ネタになってるね、スキージャケットの多分当時物っていうのを僕ちょっと見たことがあるんですけれども、まあ、本当にね、その時のね、素材感とか重たさで来るのかなとは思ったんですけれども、ちょっとね、また変わった素材感と軽さで来たので、まあ、サイズ感もなんかね、当時大きいようなイメージあったんですけれども、まあ、こちらは思ったよりね、L サイズなんですけれども、大きくなくね、逆にちょっと小さいかなっていうぐらいのサイズ感できました。まあこれもね、カラーはやっぱり一択で黒かなって、まあ思いました。まあこれも結構好き嫌い分かれるデザインですよね。主張がちょっと半端ないんでね。ちょっと間違えればやらしい感じになっちゃうんですけれども、まあこれもね、おそらくきっと後からね、欲しくなるというか、その時はいやーちょっとね、主張強いからいらないよとかって思ってても、後々ね、やっぱ買っとけよかったなって思うような感じになるんでね。これはね、とりあえず買っておきました。やっぱ買ったらですね、やっぱり着たらかっこいいなと、まあ、なかなかその派手なんで、まあ、毎日着るかって言われたらどうかなってとこなんですけれども、やっぱりね、着てみると結構かっこいいんで、まあ、これもね、買ってよかったかなと思います。まあ、黒なんでね、派手とは言ってもって感じなんで、まあまあスティープテックっていうね、その珍しい形と柄がね、結構多いので、なかなか珍しくてね、いいのかなと思います。こんな感じでですね、ここ最近買ったシュプリームのジャケットを見ていただいたんですけれども、まあ、シュプリームのジャケットを買ってね、良かったなーって思うところ、まあ、いい点って自分が思うのは、やっぱりこのデザイン性ですね。一般のノースフェイスのコレクションというかね、ラインナップにはないデザインであったり、まあ、カラーリングっていうところがやっぱ面白いとこだし、まあ、そこがかっこいいところなのかなと思います。まあ、このね、カーゴタイプのジャケットとかもね、形もなかなかないと思いますし、まあ、スティープテックもね、過去のリバイバルって感じなんですけれども、まあ、そのスティープテックのジャケットにこれだけのロゴを散りばめて出すっていうところのセンスっていうところもまたね、すごい面白いところだなと思います。マウンテンジャケットに関しても、ただのマウンテンジャケットに思いっきり S っていうでっかい、もう大胆ですよね。そんななかなかあんなにロゴを思いっきり打つなんてことは考えられないんですけれども、まあ、そういったところもね、できちゃうのがシュプリームの凄さであり楽しさなのかなと思います。まあ、あとね、シームテープとかもね、表面に飛び出したりね、させたりとか、まあここにはないんですけれども、まあヌープシが全部フェイクファーになってるとか、っていうところもなかなか通常のね、ラインナップにはないものなので、まあそのね、やっぱデザイン性であったりとかっていうところ、以外にもやっぱ希少性ってところもね、やっぱいいところなのかなと思います。街歩いてて被るってことはね、そうそうないんじゃないかなと思います。多分出始めの頃とかだったら結構ね、人が多い地域とかだったらね、結構出くわすことは多いと思うんですけれども、まあ地方とかだったらね、あまりそういうこともないんで、まあ人と被りたくない人とかにはおすすめかなと思います。まあやっぱりね、どうしても買うのも大変ですし、まあ限られた数しかないっていうところなので、まあそういったところのね、希少性もやっぱノースフェイスとこのシュプリームコラボの人気を上げてる要因なのかなと思います。まあ、本当プレミアム性って感じですよね。本当ね、そういった面でそのデザイン性であったり希少性っていうところがね、非常に大きいね、商品になるのかなと思います。ノースフェイスとね、シュプリームのコラボは本当面白いですし、まあ個人的にもね、絶対後から欲しかったって思うんですよ。その時はちょっとなーとかって思っても、結果後から欲しくなって後から買うことになるんで、まあ、それぐらいやっぱりね、出た時は奇抜だなとかちょっと難しいなって思うんだけれども、やっぱり後から見てみるといいなとか、かっこいいなって思える商品なので、まあ、そういったところでもね、その中毒性ってのもあるのかなと思います。で、まあ良かった点がね、まあそういったところで結構多く目立つんですけれども、
逆にちょっとっていうところもあります。やっぱり、まあ、全部が全部ねいいかって言ったらそういうわけでもないんですけれども、まあ、デザイン性であったり、まあ、そういう希少性っていうのはすごいと思います。ただやっぱりコラボ商品どうしても価格が厳しいです。正直あのマウンテンジャケット、マウンテンライトジャケットとマウンテンジャケット形非常に似てるんですけれども、価格がですねやっぱりシュプリームとコラボになるとまあ、5万超えてくるんですけれども、まあ、マウンテンジャケットだったらね3万9800円ぐらい、3万後半に対してシュプリームとノースフェイスのマウンテンジャケットになると5万2000とかね、5万台次出るねウィーク17のブリーチコレクションのやつ6万円台になってるはずなんで、まあ、そういったところでもね価格がかなり変わってきてしまいます。だから若干そのやっぱコスパってことを考えたらね結構厳しいのかなと思います。でまあ価格もねすごいやっぱ厳しいんですけれども、自分がこの商品初めて届いた時にびっくりしたのが、まあ、大体5万ぐらいマウンテンジャケットするんで届いて、まあゴアテックスでシュプリームのロゴついて5万だったらまあ正直いいのかなとかって思いながらこう開封したんですよ。ただ開けてみるとゴアテックスじゃないんですよ。実際そのマウンテンライトジャケットとかノースのねやつだったら3万後半で買えるのに、まあ、ゴアテックスですよ。でシュプリームとノースのコラボだとゴアテックスじゃないにもかかわらず5万ぐらいするんですよ、まあ、ここがちょっと一番自分がねその価格よりもびっくりしたというかマジかって思ったところですね。まあ、ゴアテックスだったら5万6万いってもまあしゃあない。まあアークテリクスとか買ってもねやっぱり物によっては9万とかしちゃうんで、まあ、そう考えたらまだまだシュプリームのロゴついてゴアテックスならまあまあって思ってたんですけれども、とゴアじゃないね素材に変わってて、まあ5万超えかって正直思いました。悪いところというかね自分がちょっとなって思ったのはやっぱりその価格であったり素材ですね。これが結構ね自分的にはちょっとなぁと思いました。ヌプシとかだったらねそんなに変わらないのかなぁとは思うんですけれども、マウンテンジャケット系ゴアテックス使ってそうな商品に関してはちょっとって思うようなところはあるかなと思います。あとはやっぱ断然買いづらいってことですね。まあ今言ったらね悪いことの方が多いんじゃないかと思うんですけれども、やっぱりそれを上回るデザイン性であったり満足度っていうのがあるジャケットなので、もうあと数日後のですね、ウィーク17のブリーチデニムプリントコレクションですね。こちらはですね、僕も買っていきたいと思いますし、皆さんもね、挑戦してみてはいいんじゃないかなと思います。本当にね、次のは僕ね、かなり欲しいんですよ、正直。もう、ちょっとオンライン買えなかったらね、ほんとどうしようかなって思ってるぐらいなんで、まあ、今ちょっとまだまだ迷ってます。絶対あの柄は、もう今ですら欲しいですから、後からになると絶対欲しくなるんですよ。なんで迷ってる方はですね本当今回ねチャレンジした方がいいと思いますし、逃したらね買い時ってのが非常に難しいんですよ。どこで買うのかね一番安いかとか高いところで買っちゃったらやっぱ損だと思うんで、まあ、そういった見極めとかも難しくなるんで、やっぱオンラインで定価で買えるのがですね一番なのかなと思います。というところで今回ね、まあ、過去のノースフェイスのノースフェイスとシュプリームのコラボ商品、まあ、軽く紹介するついでにいいところ悪いところっていうのを説明させていただきました。これがですね、ウィーク17のヌマヌプシであったり、マウンテンジャケット、フリース買う参考になればいいかなと思います。そんなね、参考にはなんないと思うんですけれども、若干のね、参考にでもなればいいかなと思います。っていうところでですね、数日後のウィーク17買う人はですね、頑張っていきましょう。僕もですね、なんとか買えるように頑張っていきたいと思います。というところで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバーイ。